皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、前回の続きからやっていきたいと思います。で、前回ですね、一応パーティーの編成方針が決まりまして、まあミカエル以外のね、キャラクターについては、まあ人間以外の、種族で揃えていくということになりました。で、現在は、ボストンと妖精を仲間にして、でそこからね、ゾウさんを仲間にするために、まあ、このムング族の村にたどり着いて、で結局ゾウさんをね仲間にするためにはゼルナム族のイベントをちょっと終わらせないといけないみたいなので、このままイベントを進めていきます。でゼルナム族は、まあ、北の方からやってくるという情報を得ましたので、大草原を北へ進んでいきます。鳥の速度が遅いな。しかもモンスターもなんかあんまり寄ってこないね、こっちめがけて。でゼルナム族の巣、なんか左上の鳥は早いや、めっちゃ荒ぶってるし。宝箱か、あれ回収したいな。やっぱ宝箱はね、全部回収したいんだけど、このままいけるか。で陣形はスペキュレーションで、先頭に妖精を置いて、もうちょっと大車輪でどんどん駆逐していきましょう。敵は強い、いい火力だ。敵の数も多いんで、もう基本大車輪使って、打ち漏らしたのを他のキャラクターで追撃していきましょう。あ、このくらいだったら一発か。妖精ってヒットポイントよく上がるけど、まだ少ないの。あ、ちょっと少なめだね。精霊石、なんか今更だな。精霊石使うか今後。最初の方も全然使ってなかったけどね。本当に最序盤だったらまあ使い道はかなりあるんだけど、もうここまで来るとねっていう。300オーラム、金ももう持てないからな。ここも大車輪で。残ったか、目玉強えな。いやボストンやっぱ攻撃力高えわ。ハサミ、ドラゴンみたいなのが出てきたな。え、結局一撃か。でまあ妖精はね、このまま槍を使わせて、ボストンは、まあ、体術を使わせるんですけれども、他の2キャラをねどうするか。ゾウさんと雪だるま、まあ、武器は被らせたくないんで、まあ、そこどうしようかなと悩んでるところです。で、まあ、キャラクターにはね、その得意武器みたいなのがあって、まあ、ひらめき特性を持ってると、まあ、その武器に対するひらめき率が高いんですけれども、まあ、最悪他のねひらめき特性を持ってるキャラで技を覚えて極意を取得させて、まあ、それを継承していくという方向でもいいかなと思ってます。例えばじゃあ剣を使わせようとなった時に、まあ、ユリアンで剣の技を覚えると、で極意も取得すると、でそれを、まあ、他のキャラに覚えさせるという感じです。だからちょっとゾウさんと雪だるまのパラメーターを見てね、まあ、何の武器がいいのかちょっと考えていきたいと思います。だ特に何にもそのこだわらなければ多分体術がいいと思うんですよ。でそうすると体術だらけになっちゃうんでそれはねちょっとあんまりやりたくないんで。あ、目玉、目玉はちょっと強かったよね。大車輪で一掃できなかった気がする。あ、残るね。ハサミが700でしょ。これミカエルまでさ攻撃回ってこないんじゃん、毎回毎回。まあ、別にいいけど。わ、これって1、なるほど、
最大ヒットポイント分吸い取られるんだな。回ってきたミカエルまで。目玉つげえな、そう考えると。トカロ今後いけそうじゃん。ちょっと待って、後ろから陣形乱されたか。まあいいや、ちょっと大車輪で行こう。体落としてスタンになりそう。ベルセルク、おかっけえ。力の集まり方がかっこよくなってるね。ただしそんなものは関係ない。大車輪で一撃。ちょ、絶対ジャンプできるでしょこれ。ゴブリンがめっちゃ溜まってんだけど。しかも敵も多いし。雑魚的から、まあなんかもうひらめけそうなものは大方ひらめいたような気がするんで、まあ、やっぱりね、技は先生から教わるのが効率的なんで、雑魚的はサクサクサクっと倒していきましょう。ブラッディーソード、ファイナルストライクは使えるな。使わないけど。で、仲間集めをしている間にいろいろ敵と戦って、まあ、パラメーターが強くなると思うので、仲間が揃う頃には四魔貴族に対抗できる力を得ているでしょう。こいつ固定か？なんか動かないけど。いや見たことあるよ見たことある編成なんだけど、普通の敵扱いかな。ただ動かないっていうだけで。一掃、まあ、期待するよね。でもこういう宝箱、結界石、まあまあまあいいでしょう。東方腐敗売ってる。2000オーラム、金はだからもう手に入んないんだって。 なんかたまに荒ぶってる魔物がいるね。めっちゃ荒ぶってたあいつ。でこれこのままこっちで魔王の鎧かセーブしよう。で少し妖精が技使っちゃってるんで回復をさせておきましょう。え、ちょっと待って、いくつ回復した？わかんねえ。2つ使おう。うわ、魔王の鎧、木を放っている。なんか何がいいんだ。稲妻キックでいいか。で大木弾、やっぱりユリアンは今のところは疾風剣だけど、ちょっとバックスタブ極意覚えたいからこっちにしよう。まあ、ミカエルがちょっとね火力不足だよね今のところ。これ水中よりさ大車輪のが火力高いんじゃないの。稲妻キックはそれなりにあるね。てか魔王のより硬くね、普通に硬いのか。そう、ここでねゼルナムがねやってくるんですよ。まあ、ゼルナムがいるときはちょっと大車輪で、ちょっと稲妻キックでいくか。ライトニングピアスが最初に入って、で大車輪が入って倒してくれると一番嬉しい。ゼルナムを全然舐めてたな。もっと強かったか。そうすると魔王の鎧に入るダメージがかなり減っちゃうね。あ、でも大車輪分は入ってんのか。2人来たよ。体術の全体技がないのか。ちょっとこれブレードロール使って、しかも残像使って、でパワーヒールを妖精。妖精はマジ攻撃の要なんで。ダブルアタック2回だよね。そのままユリアンに来たか。いや、やべえな。ちょっとミカエル回復役になるか今後。パワーヒールってさ何に依存して回復するんだろう。強い、ちょっと強いぞこれ。大車輪ブレードロールでダメージを与えつつっていう感じだな。これ一人でもかけると、おーっていうか上はあれか、
かなりダメージ与えてた敵だったからね。よしよしよし。でまたどうせ一体補充されるから結構自利品の戦いになりそうだな。これ後ろだっていけないもんね。技ポイントが尽きるか先に倒すか。いや硬い。電撃3人か。痛い。やばい。これ寄せ。あーまだ生きてる。94しか回復しない。これはなんだ、ボストンの魅力とかが低いのか。え、魔王の夜強えぞこれ。ちょっと待って。で妖精はやっぱり最優先にやりたいけど、そもそもここでさ、バイキングアックスより草の方が強いんだよね。フランシスカやっぱ作ってくればよかったな。回復をどうするかかなり悩みどころだな、このメンバーは。よし、ナイスだ。ちょっと入って、やべえ死んだ。グレードロールの火力が入らないのはかなり厳しい。で違法性の人々も少なすぎる。傷薬、高級傷薬をエレンに使おう。でパワーヒールでもう一回妖精を回復。よし倒した。オッケー。魔王の鎧さえ倒せばこれで一安心。いや一安心っていうかさ、なんか四魔貴族に勝てるのかどうかかなり不安なんだけど。西の戦士たちの力解くと見ました。今後も力を合わせてアビスの魔貴族と戦いましょう。そろそろ西へ戻りたいだろう。現状から出てみるといいぞ。私の力が必要ならそう言いなさい。いらない。東もなかなかだろう。ヤンファンも確か仲間になったよね。全く使ったことないけど。でパラメーター的に減ってそうだから、じゃ最後の東の宿屋で寝ていきますか。寝てから戻ろう。金額は変わらない。てか通貨も変わらないんだね、オーラム。さて、まあ、戻るは戻るんだけど、ちょっとその前に現状から文具族の村へ行ってでお話を聞く。ここか。草原で迷って西へ西へ行った。するとそこに象の町があった。きっと夢だと。で象の町は大草原出ちゃったけど、そのまんま地図上から行ける気がするんだけど。で現状から出てマップを開く。で大草原から西、ここラシュクータでゾウさんがいっぱいいるんですけど、ちょっとまあいるんですよっていうことを見て、ここはラシュクータ。サラをねちょっと連れてきます。ちょっともう一回エレンとお別れして、でサラを仲間に加えて、ついでに回収してジャガンのマスク、持ち物がいっぱいよくある。でジャガンのマスク完成。こんにちは。ゴールデンバットでフランシスカ作りたいんだよね。でフランシスカを作るためにはテオノが必要なんで、ちょっとこれどこから買ってこよう。テオノってどこに売ってんだ。ラバーソールってなんか必要？あ、必要じゃないね。よし、必要じゃないものはもうどんどんここで開発していきましょう。じゃあちょっとテオノ探しに行ってきます。はい、じゃあテオノを購入して85円か。ちょっと待って。はい。でフランシスカを開発して、でラシュクータ戻ってきたので
ツールって書いてある。一応英語は標識なんだ。あ、すげえいっぱいいいの売ってんじゃん。なるほど、これこのままいける？いけない。向こう側からいける？一応いける。しかも買えるし。ライトガード、スマートガード、同士のローブ、まあ特にいらないかな。ちょっとこいつも話そう。私たちは何も考えてませんって。ファブ、誰もいないと思ったらマスターだけいた。ちょっと待って待って待って、階段を降りてきたのか。いらっしゃいませ。特別なことは何もないっす。世間話ぼちぼちにすら見えないんだけど。私たちは魔王の呪いでこういう姿になってしまいました。あ、一応そういう設定だったっけ。私たちは象族、昔から象です。どっち呪いじゃないの。15年ほど前、腐海のそばで赤ん坊を拾った男の子だった。その子はすくすくと成長した。ところがある日、腐海の城のモンスターにさらわれてしまった。兄貴がすぐに取り返しに行ったんだが、あれ以来兄貴は眠ったまま。ここら辺のなんかね、ストーリーもちょっとよくわからない詳細が。でサラ、まあ少年でもいいんだけどね。サラの方が手っ取り早いんで。ここはどこだ。俺は、あの子はどうした。君は一体誰だ。そうか、そんなに寝ていたのか。ありがとう、君のおかげだ。私別に何もしてません。とにかくありがとうって言ってんだけど、あれ話せない。一回出ないといけないの。あれこっちだっけ、仲間なんの。兄貴も元気になったし、俺は出かけるかということで、ちょっとサラをこの象の町ってお別れしよう。割と絶望的だよね、こんなところでさお別れされても。しかもなんか何も装備してなかった気がする、サラって。じゃあ頑張ってピドの家帰ってくれ、一人で。本当にかわいそうだな。じゃあゾウさん仲間にしましょう。仲間にする。ラシュキュータの戦士、ちょっとゾウさんヒットポイント高っ、490もある。腕力、器用さ、素早さめっちゃ低いな。体力高い。え、体力 26?26 っていう数値がそもそも高いよね。妖精の素早さでさえ25だからね。20あると強めなのかな。だってユリアン、まあ、全体的に平均的か。意志力が22、まあ、腕力とか18とかしかないからね。ミカエル、そう考えるとちょっとやっぱり腕力と器用さ低いよな。素早さが少しだけ高いけど、まあ、ハーマンはねちょっとブラックにしないと話にならないん で妖精はそう考えると高いよね。まあ、体力が弱いのか。でボスと魅力がなさすぎる。でゾウ、腕力は高めか、そこそこ。で腕力使うやつがいいかね。どうしようかな。サラさんの T シャツじゃない、普通のシャツか。でゾウさんの特性として一応ね、鼻で盾が使えるんで、両手持ちの武器を持ったとしても盾が使えるんですよ。まあ、それ考えると、まあ、両手用のものでもいいかもしれないけど、そもそもさ体験ってさ、ひらめき特性カタリナ以外誰があるんだ。ちょっと悩むな。悩むっていうか今のところ武器がこれしかない。ちょっと後で揃えよう、ゾウさん用の武器を。で盾は揃えさせておく。で高級傷薬は1人1個持っておこう。ちょっともうミカエルの生命の杖だけだと話にならない。で妖精も1個あるでしょ。でボストンも2つ用意してあるか。でゾウさんも1個で、魔王の鎧とかは預けてきたんで、まあ一応魚鱗を装備させて、パワーグラブ、これ腕力上がるのかな。お、腕力プラス2か、結構いいな。
で、フルフェイスかジャガンのマスク。ジャガンのマスクにしておく、せっかくだから。ミカエルがプラス1になってんのは王家の指輪のおかげかな。あ、羅刹のベルトのおかげかな。もうよくわかんないけど、いいや。で、ちょっと戦闘陣形をもう一回見直さなきゃいけないんで、スペキュレーションからの妖精を先頭に。で、一応ゾウさん、あ、間違えました、ゾウさんを入れて、人間は後ろに下がったよ。よし。で、ここから本当はね、雪だるまを仲間にしたいんだけど、どうかな。ちょっとやるだけやってみるか。ドラゴンルーラーを倒す自信がないんだよね。まあ、ちょっとパーティーを揃えてからでもいろいろ進めていきたいんで、ちょっと雪だるま系のイベント見てみますか。ではランスのですね、アンナだっけこいつ名前、オーロラのことを聞いて今夜あたり出そうですねと言っているので、まあ、ちょっとオーロラが言えない、オーロラのイベントを進めていくんですけど、こんなんあったっけ、ムマの飛躍の夢のこと。長くなりますけどよろしいですか。はい。飛躍で見る夢は叶わなかった願いがムマによって歪められたものと言われています。願いといえばピドナの西に闇に覆われた迷宮があるそうですが、そこには行き場を失った強い願いがさまよっている。さまよう願いを集めることで夢として願いを見ることができ、触れた者の意思で夢の結末を変えられる。ただこの世界に生み出されながらあまりに強い力のため闇に葬り去られた魔物も迷宮に封じられている。実体を持たないため普段は現れることはないですが、この世に強い恨みを持つため夢の中では姿を現し願いを叶えることを阻むそうです。叶えるにはそれを退治する必要があるでしょう。それに願いを叶えても起きてしまった事実は変えられない。あ、これでなんか新しいダンジョンが出たのかな。まあ、いっか。敵は強いみたいだからね、それは後でやっていきましょう。じゃあちょっとオーロライベントをやっていきます。このまま全体地図を出してちょっと放置しておく。これでオーロラが出ましたので、ここから上のところですね、オーロラの道。動けない。実際のオーロラとかはね、さすがに見たことないですけど、あ、吸い込まれていくんだ。で、雪の町に到着して、ちょっと雪だ、動けねえこっちか先行けねえんだけど。ここあったかい。いや、あったかいけど休まなくていいやん。あ、行けねえ。あ、雪だるまの位置が変わってる。で、一番奥かどっかだっけ。ここはお店っぽい。雪だるま動かないのも大変だよね。てか雪だるまどんくらい硬いんだろう。普通の雪だるまだったらさ、すぐポロってなるけどさ、首とか分離させようとしたらなんか、この雪だるまめっちゃ硬いみたいな。あれ、どこだ、ここか、この下の一番奥。動いた。めっちゃ飛び跳ねてんな、ぴょんぴょん。そこを触っちゃダメなのだ。雪だるまが喋った。動いちゃダメじゃないか。くすぐったいのだ。バレてしまっては仕方がない。雪の町へようこそ。氷の剣を取りに行くんだろう。羨ましい。
と言って一応仲間にはできるんだけど、先に氷の剣を取りに行こうかな。雪だるまを引き連れてドラゴンルーラーを倒すよりはちょっとユリアンで行きたい気がする。ちょみんな話してくる。300年ぶりのお客様変わらないか。いらっしゃいませ。君も氷の剣を取りに来たのかね。てか氷の剣の情報ってここに来ないと分かんなくないっていう。別に氷の剣を取りに来たわけではないからね。我々雪だるまはこの町から出ていけないことになっています。あ、ここさっき雪だるまがいたところだ。あとここも建物があったんで、なんか売ってる店はないんだね、さすがに。氷銀河へは暖炉倉庫から行きます。しかし氷銀河は大変危険なところ。同じことだな。氷の剣は氷銀河で長い時をかけて生み出される剣。どんな炎でも剣を溶かすことはできない。ちょ、こいつ邪魔なんだけど、いける？いけねえ。マジ邪魔だ。早くどっか行けよ。いけねえ。オッケー。休む必要ある？休まない。大丈夫でしょ。うん。で、ゾウさんは一応斧を装備させました。よし。では、ヒョウギンガ。またこの貝も荒ぶってんな。え、巨人とかいるんだっけ？倒せるか、巨人。まあ、そもそも巨人を倒せなかったらさ、ドラゴンルーラーなんて絶対無理だよね。んー、ハサミで殴っておこう。で、大木弾。火力の高いものを覚えてから来た方が良かったかな。まあ、できれば槍は、まあ、無双三段とは言わなくても総流派で、斧は巻き割り。めっちゃ砕かれてる。盾でガードしてもあんなに食らうのか。まあ、剣はね、疾風剣でいいでしょう。で、証券はサザンクロスが欲しいんだけどな。体術は、まあ、タイガーブレイクあたり、それを覚えることができればだいぶ火力は高くなると思うけど。だ、ハサミ強い、本当にガーッツ。これはちょっと雪だるまなって、大木弾弱っ。てか象が弱い。まあ、でもそうだよね、ライトニングピアスとかでもこれくらいしか当たらねえし。ってかやべ、倒せる気がしねえ。これちょっと巨人に負けるようだったら撤退だな。負けるようならっていうかさ、もうこの段階でまずいよね。いや、勝てる気がしない。でボストンのハサミ、そう考えるとほんと強えわ。頑張ってるけど。雪だるまはもうちょっと後かな。結局一撃で殺されるからね。もうミカルだけはどうにもなんない。撤退しよう。逃げ帰ります。ダメだ、この先のドラゴンルーラーなんてとてもじゃないけど倒せないわ。ではちょっと氷銀河から逃げ帰ってきたので、修行しましょう。修行を。ようこそランスへ、西王の町へ。私は西王家の厳冬主ですと。で、西王楼の試練に挑みに来たのですか。まあ、一応何ですかそれは、で聞いてみますか。西王はアビスゲートが再び開く日に備えてゲートを閉じる力を持った者を選ぶ試練を残していきました。それが西王楼を築いた本当の目的です。試食が起こった日、アビスとの戦いが始まったことを私は知りました。そして封印されし扉を開いたのです。しかし未だに西王の試練を突破した者はいません。新たな宿命のことともにアビスと戦う戦士たちは現れないのでしょうか。ということで、まあ、これを
やりましょう。では西王道へ行って挑戦してください。ただし試練の間は装備や陣形を変えられませんよ。ではやってきました西王道。ここ隠し階段があって、骸骨がいます。辛いテストだが受けるか。受けます。こいつが今回師匠となる。名前出るんだっけ。情報、ロアリングナイト先生です。ちょっとこいつ相手にパーティーメンバーを鍛えていきましょう。水力なんかひらめたっけ。ハサミでいいか。で大木弾で攻撃、白銀の剣は攻撃でいいか。覚えた。いいね、総流派。きたきた、早速来たよ。あんまり強くなかったな。予想してて、こいつはね、このライフブレイクっていう LP を減らしてくる攻撃しかしてこないんで、一応 LP に気をつけていれば死ぬことはない。で総流派を覚えたので退却はできない。倒すしかないか。ちょっと不安が残るけど、まあ行くしかない。ライトニングピアスから何かが派生した気がする。疾風剣、武装三段までは覚えらんないかな。武器がそろそろ限界なのかな。あ、倒した。弱えわ。実は弱かった。で上がりもね、いいで、見事だ。行くか行かないって言うと、もう一回受けられるんですよ。でこれを繰り返してちょっと、レベルアップを図っていきましょう。変えれる、変えれるよね。 OKOKOK、 それさえ確認できれば大丈夫。チャージ。弱ボストンなのさ、このハサミ何なの。マジで異常なんだけど。ウォークナイはいらない。よし、チャージの極意を取得。ジャイアントスイング極意取得。よし、ようやくバックスタブも覚えた。よし、サミングも極意っていうか、極意ばっかで技覚えねえな。よし、分身剣の極意も取得したんで、まあ、技的にはそんなに覚えてないけど、ステータス的には上がったから、まあ、このくらいにしておきますか。で先には進まないで、じゃあ次は水流を倒しに行きましょう。なんかようやくだなって感じだけど、ここさかなり分かりやすくなってるよね。滝が綺麗になって、しかも裏側が透けてるようになってるんで、あ、なんかありそうだなっていう感じで入っていける。で水流戦いきましょう。全力でいきます。全力で総流派。こいつ何かっていうんだ、さっき覚えたこれ使ってこう。で大木弾、一回では相変わらずライトニングピアスで、分身剣そろそろ強くなってるんじゃないかな。ちょっと両方試してみよう。分身剣と疾風剣どっちが強いか。で魚鱗剣はね結構持ってるから、割とね水流対策は問題ないと思うんですよ。1500も当たったんだけど。もはやこいつ雑魚か。あと1000当たってくれればね。でゾウさんね、よく見てみたら、あのまあ体術がね一番強い、まあ、レベルではあったんだけど、次ね剣がねレベル高かったんだよね。で斧のコンボはね持ち始めたばっかりだから、多分火力が今出てないんだと思うんだよね。でユリアンは最終的に外すから、そうするとゾウさんに剣を持たせてもいいような気がするんだよね。水の技全然使ってこないな。あ、分身剣使っちゃった。
だからちょっとゾウに剣を持たせてユリアンを外して雪だるまが仲間になるまではエレンを入れていこうかなともちょっと思ってます。この戦いが終わったらもう一回パーティー編成をする。雪だるま仲間にするのちょっと大変なんでね、せめてちょっと四魔貴族一人倒してから行きたい。戦力アップをして、これはほとんど効かないでしょう。誰も効かない。むしろ、あ、疾風剣の方がまだ強いか。剣レベルが低いんだな。回復量が999あるってことはヒットポイント的にはめちゃくちゃありそうだね。いや、 やっぱり妖精強いよ本当に、まあ、ボストンも強いけどね。あとなんかボストンも強力な技が欲しい。よし、 OK、まあ、一応ザコはザコだったな。ヒットポイント高いからちょっと時間はかかったけど、極意はなしか。これなんだっけ、魔獣の皮、あ、結構貴重だね。という感じで、まあいろいろ戦力アップを図りつつ、水流を倒しましたので、一応フォルネウスを目標に次は、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。